水飲んだ方がいいよ。おお。おお。ネトネト。こびりついちゃって落ちない。うわあ。この手に乗っちゃ映せないじゃん。ちょっと待って、ちょ、キューキュー言ってる。ほら、キューキューしてる。キューキュー言ってる。暑い、暑いんだから水浴びしよう。そうだね、もう一回、もう一プロぐらい行ってきていいと思う。うん、俺のスミカがーって思ってるよね。遠近法で見たりやってる。うん、あちあち、あちあち、石本当お気に入りだよね。あ、そうそう、石ね、ちょっと置いてあげたら、うん、遊んでる、やっぱり、うん、パニックってても石で遊ぶ。うちうち、こうやってさ、ほら、リライダ棒とかの、リライダ棒みたいにこうやって、これワニだったらヤバいやつ。本当だよ、口の裏結構ギザギザなんだ。お、お、お、なんかさ、口の中まだ割とピンクだね。うん、ここ見たら、だから結構黒くなったなって思ってたんだけど、全然真っ黒とかじゃない。うん、うん、ちょっと待って、うん、限界かな。ちょっと待って、それはいいや。ちゃんとちょっと、それはいいや。ね、めっちゃほら、こうこうと聞こえる。どうせいくら綺麗にしたところだ、ところで完璧に綺麗はないから、ね、ある程度でちょっと見切りをつけて。暑いね。どうしようかな。開けっぱを前提で引いちゃうか。ここを閉めてから引いた方がいい。いや、その大丈夫だと思う。とりあえずさ、とりあえず開けっぱ前提で。あの、なんだっけ、そのマット引くじゃん。うん、マット引いた後、このこれの下にやるわけだから、このこれをどかせばさ、ドアは普通に開閉できるんでしょ。うん。むしろそのマット引くときにさ、多分一回ドア閉めないといけないと思うんだ。じゃあ一回ドア閉めてからマット引くか。内側に入ってね。うん、分かった。じゃあそういう感じでいきましょう。これ切ってんかな。よいしょ。